今回はこちらポケモンの食玩ポケモンキッズポケモンカードゲーム組ソードシールドロスサービスそしてポケモンゲットコレクションズキャンディあとはロスサービスに関連してこちらのパックのカードこちらも5パックほど開けていきたいと思いますではどこから行こうかな いっぱいあるんですよね。ちょっとコロコロしちゃうから、まずはこちらから行きましょう。ポケモンゲットコレクションズキャンディーヒートアップポケモンバトルになります。今回のラインナップ、目玉はメガリザード X とメガリザード Y かなぁと思うんですけれども、結構いいキャラたくさんいるのでね、ヌメラとかね、えっ、ー、と、ソうナンスとかね、可愛い,いのもいっぱい,いまーす。では、こちら、プレミアボールから開けていきましょう。 一つずつゲットしてみました。どれが何から出るかなはい。バンギラスバンギラスがプレミアボールから出てきました。おお、結構大きくて迫力あっていいですね。はい、結構大きめ。では、モンスターボールいきましょう。モンスターボールから誰が来るかな モンスターボールからは、ピカチュウはい、ピカチュウ来ましたやったねお、強そう勇ましい感じのピカチュウが出てきました行くぞーって感じですね。いいいい。ちっちゃい足ですが、うまいことバランス取って、頑張って立ってます。では、こちら、スーパーボール行きましょう。 はい。こちら、ソーナンスあ、かわいいはい、ソーナンスです。結構ボリュームあって、どーんとしてて、いいですね。かわいい。では、レベルボール、いきます。 メガリザード Y が来ました。一個じゃどっから出てくんのかなはい。炎も綺麗に表現されていてかっこいいです。結構幅があって翼の感じもすごくリアルにね、こう、形作られていてとってもかっこいいです。メガリザード Y。かっこいいなやっぱりいいね。リザードン。 マスターボールですここから X 出てきてくれたらかなり嬉しいけどどうかなどうかなやったーメガリザードン X 出てきましたやったね今回すごくいい感じヤヌメラがゲットできなかったのはちょっと残念だけどそれはまた 後で探してみよう。傾向としてね、何がどこから出てくるかっていうのを知りたかったので、うん、いい感じ。やったねー。マスターボールからメガリザードの X が出てきました。このね、あの、翼の状態がちょっと違いますね。こっちの方がちょっとより荒々しさを感じる感じで、はい、とってもかっこいいです。おお、いいね。やったね。 2つ並べておけるのはすごく嬉しいですやったーはいキャンディーはちょっと今までと変わったのかなあこれは当たりだじゃあ前回紹介したのはちょっと微妙だっただけか一応ねこれもちょっとずれてはいるんですけれどもモンスターボールっぽくあの2色のあのカラーリングで作られていますクレーパーチのキャンディーでとっても美味しいです喉に詰まらせないようにね注意して美味しくいただきましょう はい、続いては、ポケモンカードゲームグミ、ソードシールド、ロストアビス。こちらを開封していきたいと思います。今日は10個ですね。はい、ゲットしたので、見ていきます。さあ、何が出るかな。グミは、こんな感じのモンスターボール型の、立体、半立体型グミみたいな感じかな。はい。んで、カードは、 おーパチールが来ましたふらふらスピーンかわいいですねコモンカードパチール。続いては、ダブルマグネリフト、体当たり。こちらもコモンカードになります。はい。続いて、行きましょう。続いては、ロコンですおーかわいい飛びつく歩いてますね。とことこ こちらもコモンカードです。さあ開けくるかな。どうだ。ひどいでー。毒針です。こちらもコモンカード。はい、五個目ですね。いきます。誰かな。ドンファンです。コモンカードですけれども結構かっこよくていいですね。オーバースピンと巨大な牙。 うーんコモンカードばっかりかなーどうかなーナットレイコモンカードです回転アタックウィップスマッシュお一1個くらいちょっと強い穴のアイアンとコモンカードですエネホリとかみつくですねさあこれで8個目かなそろそろなんか1個くらい でもいいんじゃないの。ローコーンかぶった。やばい、やばい、やばい。やっぱりキーパールもいいかな。ドンファもかぶっちゃったー。ラストお願い。ちょっとで開けきて。うん、アンコモンだけれどもね、石変人でした。石変人。ファーストンとロストシュートになります。 うーん難しいね。やっぱりこれで。まあでも出たとき嬉しいんですよね。はい。ポケモン V スターとポケモン V ね。この2種類どっちかゲットできるまでは何とかやっていきたいと思います。ギラティナの V スター欲しいなーはい。では続いて、この空いたあたりにポケモンキッズを並べてみよう。はい。今回は全15種類となっています。いっぱいいますね。 か,わいいのかっこいいのたくさんいてなんかねどれもね手に取りたくなっちゃうようなラインナップですはいではベロバーから開けていきましょうはいこちらつぶがむ1個とベロバーあ結構このカラーリングは今まであまりない感じでいい蛍光ピンクな感じ え、え、もっとマットな感じだと思ってたからちょっと嬉しいんですけど、あの、よりこちらのイラストに近いような色合いになってます。これだとちょっとくすみピンクみたいな感じに見えていたんですけれども、もっと濃いめはっきりピンクで、これはインパクト強めでいい。今年のね、ハロウィンシーズンにちょっと窓辺に飾りたいメンバーの一人になりそうです。カラーリングほんと、これはいいよ。 続いては、エレズン。はい。エレズンは、紫。これもパッキリ目の紫だったらいいなぁ。どうかなどうかなあ、これは、あ、これはこれでいいかも。優しめです。なんかちょっと、それこそ、あの、赤強め、ピンク強めな感じの紫で、赤ちゃん味があるというか、 ちょっとね、キッズっぽさがより増してる感じ。こちらの方だとちょっとメタリックかなとか濃いめかなっていう感じだったので、よりなんか甘い感じというかバブちゃんっぽい感じがしますよね。<laughs> エレーズンかわいいこのカラーリングは好きちょっとね、尻尾が傷ついてるんだっけちょっとね、残念だったんですけど、<laughs> いいです。 このスワリーのポーズもいいですよね。続いてはメガリザードン X です。はい。さっき出てたのと比べてみるとどうかな。これは？おうおうおうおおおお。ああ、うん。こんな感じ。 どっちが好きかと言われれば私はこちらの方が好きかもしれない。ポージングの魚ちょっとこれは何飛んでる感じなんですけど、これはこう2本足で立ってますのでね。そういう違いがあります。はい。ただまあ、このね、あのー、指を入れる場所というか、そこを開ける。 という意味ででののポージングではこれありなのかなかもう一つのメガリザードも Y も似たようなポーズっぽいんですけどねうんうんうん正面から見るよりちょっと斜めから見てこの横のね炎の部分かな髭の部分かななんかこういうのが見えてた方が好きかもはいということで Y。 色合い的には変わらずリザードなカラーでちょっとだけ落ち着きのあるオレンジかなあーーなんだろう同じポーズなのにこっちはなんかかっこよく見えるのは何でバランスの問題カラーリングの問題首の太さとか顔の大きさとか変わらない気がするんですけれどもなんかこっちはしっくりくる感じはしますね不思議はい腕のところがねちょっと 違うのがより強調される感じかなポージングとしては変わらないですはいでは続いてはさーないとサーないとはまあなんとなく想像がつくような感じなんですけどうんまあ予想通りというか想像通りというかちょっと落ち着きのある黄緑かなという気がします もっとパッキリした明るめかなと思ったんですけれども、これはこれであのサンナイトのこのね雰囲気と合ってていいと思います。白も普通の真っ白じゃなくて、ちょっとほんのり灰色というか、落ち着きのある色合いになっています。綺麗です。とっても可愛いです。はい、続いてはチュ中。 かじっちゅュ目がどこなのって目これなのかなはい不思議な感じだけどねポケモンの木の実っぽい感じねなんかこれも今までいない感じのポケモンで面白いよねはいそしてブイズから3体も来てくれていてこちらはサンダース やっぱたまに来てくれると嬉しいな。サンダースちょっと、ね、赤を加えたみたいな濃い黄色になってます。山吹色とまではいかないんですけれどもしっかり落ち着きのある綺麗なカラーリングですね。そしてこの顔のシュッとしたのがうまく表現されていてとってもかっこいいです。 イズシリーズもそれぞれちょっと顔の形が違うのでこのニンフィアのんねふんわりしたイメージでうんこれはこれはいいこのニンフィアはあのさっきのベロバーみたいなビビッドなピンクじゃなくてこういうね優しいふんわりした落ち着きのあるピンクがやっぱり合ってるというかしっかりね表現されている感じがしますうんうんこのね 耳のところのなびいてる感じもとってもいいです。かわいいこれはちょっとみんなに手に取ってほしいなぁ。ニンィアかわいい,だいたいポケモンキッズの下のところってしっかり指が入るように丸く作られてるものが多いのでちょっと あのふくよかな感じのね賑やいになるかなと思っていたらこっちはあのフォルムを重視した感じですね指は入らないんですけれどもすっきりとした可愛い感じに仕上がっていますえいいよねすごいそしてブースターブースターはねもともとなんかもこもこっとした感じのフォルムなのでまあね下がこれぐらいの幅があってねありだと思いますはい バフっというか、モフっというか、って感じの首の周りと尻尾もうまく表現されていて、これはこれでいい。目は、あの、すっきり尖った感じなんですけれども、ね、あの、顔周りも優しげで、うん、ブースターらしさがちゃんと出てる。それぞれにこう、ね、同じ EV 進化系なんですけれども、いいところをしっかり表現して、 いるのがいいなと思います今回3体とも本当に顔つきがね特徴を生かしていておすすめこれはいいすごくいいいや今回ねほんとどれも外せない感じなんですよねメガルカリオを続いていきますはいメガカリオもかっこいいんですけどメガルカリオになると、はい、ビシッとした感じがねより出てます この落ち着いた感じのカラーリングと赤と青とこのねベージュな感じがうまくまとまっていてで黒で引き締めていてよりかっこいいですねはい腕もまっすぐピンってしてて強い攻撃ができそうな感じうんいいねメガルカリオ 個人的にはメガシリーズはちょっと一回りでかいとかだと嬉しいんですけど、まあこの箱に収まる感じだとね、なかなか難しいのかな。はい、続いて青ガラス。青ガラスは、お,お思ったよりでかい。え、この箱から出てくるにしてはちょっと幅がでかくてびっくり。えー、すごい。でかいよ、これ。 なんだったらあのメガリザードンよりもでかく見えるんだけどすごくない鳥系まだここ柄もいるんですけどここ柄もこれぐらい大きいのかなメタクロスの大きさも気になる感じになってきたはいでは続いてはカイリュウですカイリュウはいろんなパターンで出てますけれどもにっこりしてフフフってなってるこのポーズもまた可愛いんですよね 郵便屋さん海流とかも好きだったけどこれもいいなぁかわいいよね海流。リュカイリュウはねついつい欲しくなっちゃうシリーズの一つ結構いろんなパターンあるからはいそしてここからいきましょうさあ大きさどうかなあここからはちいちゃい。え、ちっちゃくてかわいい 感じなんか本当にね指にこう乗っけてあげたい感じちょうどいいサイズ感これはいいね青ガラスと比べるとこんな感じ本当に子供サイズというかちっちゃいね頭一個分違うというかちょうど体のサイズに顔が収まりきってるような感じのサイズ感です ええー、面白い。これはいい。そして、かわいい。かわいいよ、ここから両面テープでここにくっつけたい。かわいい、かわいい。はい、メタグロス。開けていきましょう。でっかいかなどうかなどうかなどうかなあ、意外にでかい。あ、うん、どうだろう。どうああ、あーあ、いい大きさ。おお、このね、 この4本足というかこの部分が効いてますねおおこれはでかいよすごいなんだろうな今までにない感じの幅感かもあこれは大当たりな感じこの箱にはこれぐらいの大きさで入ってるんですけどおいいね このイラストまでは大きくないんですけれども出したときのでかさは結構感じます安定感もあるし幅あるので存在感があってとってもいいですねかっこいいラソドラパルトですドラパルトのひょろんとした感じどうかなどんな感じああドラパルトもでかいじゃんそうそうそうああ理想な感じ ここの長さがあまりないとバランス悪くて、うーんって感じなんですけど、もっとひょろんとしているドラパルトなので、まあ、こう曲がっててもね、いいかなぁとは思いましたが、まっすぐなってる分にしては、まあ、えっ、ー、と、ちょうどいい感じというか、欲しいくらいの長さはあるかな。はい。結構これもね、ドローンとしてていい、まっすぐ見ると、なんかちっちゃい感じだけど、 ちょっと斜めとかね、横に並べると意外とでかくていいです。はい。はい、ということで今回のポケモンキッズもかなりいいものが揃っていてなんか正直15個もあるからちょっとね、絞って買おうかなと思ったんですけれどもどれも外さなくてよかったかなっていう印象でした。どの子も本当にいい出来なのでみんな、えっとね、 15個買えなくてもお気に入りだけでもこう手に入れてもらえればいいかなと思います。今回のは本当にいいです。いや、毎回言ってるかもしれないけどね。はい。では続いて、ロストアビスパック。5パックだけですが、開けていきましょう。あれですね、ロストアビスのなんかあの、確定のなんか3種類ぐらいが。 入ったやつもう発売されてるようなので、ちょっとそれもゲットしてきます。では、一パック目。ああ、ボクレーです。ボクレー引っ掛けるコモンカード。ホイルコ、コモンカード。チョンチー、コモンカード。キラム V! ダブルレアですね。急激レイトとフロストスマッシュ。トロストスティー、アンコモンカードになります。お スライムは結構いいのかな。かっこいいですよね。続いて。ヒマナッツ、種爆弾、コモンカード。マグマック、吸い込む、火炎、コモンカードです。はい。シビシラス、コモンカード。ダーテングです、レアー。メリッサー、コモンカード。 エリッサんいいねかわいい続いてアイアントーンエネホリー噛みつくこれやっぱりあのー、グミの方で出てくるカードと同じですねテシードコモンカードエミロルコモンカードキュアワーアンコモンカードこれかわいいキュアワートモロファンのアンコモンカードになりますあキラキラなかったはい続いていきましょう 続いては玉ぶつかるーはいコモンカードです蛍光をコモンカードミ,ミーロップコモンカードドラピオン V スターが来たおーこれ HR って書いてるお って何種類あるんでしょうあとりあえず来た。トラピオンブイスター来ましたえ、虹色でめっちゃかっこいいやったね。ミラージュゲートアンコモンカードです。え、ギラティナじゃないのはい。これは種棒コモンカード。ゴマゾーコモンカード。 コモンカードあドラピオンボイスター来たけどさっきのと違うおお2種類あるんだねなんかこっちの方がそうだこっちハイパーレアでこっちトリプルレアだあ違うんだすごいまあまあでもあれですねビッグバンアーム250とかハザードスターは一緒ですねうーん やったね。出てきちゃった。と、バッフロン。アンコもモンカードになります。え、ということで、5パックしか開けなかったけれども、これが出てきたというのはかなりいい感じじゃないやったねー。はい、というわけで、今回は、ポケットモンスターの食案、ポケモンキッズ、ポケモンカードゲーム組、ソードシールド、ロストアビス、ポケモンゲットコレクションズ、そして、 カードゲーム、ロストアビス、こちらを開封してみました。いかがだったでしょうかでは、次回もお楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ